Windows Subsystem for Linux とは Linux のバイナリ実行ファイルを Windows 10および Windows サーバー上でネイティブ実行するための互換レイヤーである。Microsoft とカノニカルの提携により Windows 10バージョン1607のベータ版では Ubuntu 1 4 0 4イメージを Windows 10ユーザーのローカルマシンにダウンロードして展開しそのイメージに含まれるツールやユーティリティを WSL 上でネイティブに実行することが可能になった。WSL はマイクロソフトが開発した Linux 互換のカーネルインターフェースとともにその上で動く文ツに由来するユーザーモードバイナリーを提供する。これはバッシュシェルやコマンド言語ネイティブ Linux コマンドラインツールやプログラミング言語インタープリタを含む Windows コンピュータ上で Linux ソフトウェアに対する 互換性を提供する最善の手段は完全な仮想マシンであるが WSL ではユーザーが Windows アプリと Linux ツールを同一ファイルセット上で利用できるようにしながら完全な仮想マシンよりも少ないリソースしか利用しない利点がある。従って WSL はライトな利用のために互換性を犠牲にしており全ての Linux ソフトウェアを動かせるわけではない。 WSL の提供しない Linux カーネルサービスを必要とするものは不可能である。グラフィカルユーザーインターフェースを使用するアプリケーションは画面描写に関わる X Windows システムアプリケーションを外部 X サーバーと共に起動し利用する必要がある。WSL は Wind 10 64 Windows 10の6 4ビット版で Windows 10バージョン1607とバージョン1703でベータ版を バージョン1709から正式版を利用できる。ただし、Windows 10 S や Windows 10 IoT Core を除く。また、Windows 10 Enterprise 2016 LTSB は、リリース当時、WSL がベータ版だったため未提供。Windows Server では、Windows 10バージョン1607と、ほぼ同時に、リリースされたサーバー用 OS の Windows Server 2016。 には搭載されていなかったが、2017年8月8日にリリースされたインサイダープレビュービルド16237から利用可能になり、Windows Server ーバ,ーバージョン1709にて正式搭載された。WSL は Windows 10モバイル上でいくつかの Android 用アプリを実行できるようにすることを目指したがリリースされることはなかったプロジェクト プロジェクトアストリアを発祥とする。マイクロソフトは WSL を主として開発者、特に Web 開発者やオープンソースプロジェクトを利用する開発者のためのツールとしてイメージしている。Windows 10バージョン1703までのベータ版においては WSL の利用の際、Windows 10の開発者モードを有効化しなければならないという制限があった。 2017年10月に公開された Windows 10バージョン1709の機能の一つとして、先の制限が撤廃された WSL の正式版が提供されている。2019年6月、従来の WSL1 とは、機構の異なる WSL2 を発表し、Windows 10 May 2020アップデートで正式サポートとなった。WSL1 と並行してサポートされる。 WSL との違いは以下の通りである。本物の Linux カーネルを使用することで互換性が向上し、仮想マシンを使用することでディスクアイ、性能の足かせとなっていた Windows のアイ、オースタックをバイパスしたことでディスクアイ、性能が向上した。デメリットとして起動に数秒を要することやメモリーフットプリントの悪化が挙げられる。 2016年3月30日に開催された Microsoft のビルド2016カンファレンスで発表された。2016年4月6日にリリースされた Windows 10 Insider プレビュービルド14316において最初に公開された。2016年8月2日に公開された Windows 10の半期チャンネルのアップデートである Windows 10。 バージョン1607によってベータ版の提供が開始された。2017年8月8日、Windows Server ーーのインサイダープレビュービルド16237から Windows Server ーーでも利用可能になった。2017年10月17日に公開された Windows 10の半期チャンネルのアップデートである Windows 10バージョン1709及び Windows Server ーー。 バージョン1709において正式版となった。Windows 10の開発者モードを有効にしなくても利用可能となった。2019年5月6日に開催された Microsoft のビルド2019カンファレンスで仮想マシンベースの新しい WSL、WSL2 を発表。2019年6月12日、WSL2 が利用可能な最初の Windows 10インサイダープレビュー。 ビルド18,917が公開される。ベータ版では、Ubuntu のみサポートされていたが、正式版となった Windows 10ホールクリエイターズアップデートから、各種ディストリビューションが対応された。Microsoft トトアからそれぞれ独立してインストールできる。システムも独立しているため併用可能。WSL のインフラストラクチャとツールのサポートは、Microsoft が ディストリビューション内部のサポートはディストリビューションの配布元がそれぞれ提供している。当初、WSL のベータ版においては Ubuntu のみとなっていた。WSL の提供開始当初の Windows 10バージョン1607の Ubuntu のバージョンは14.04であったが2017年4月11日に公開された Windows 10の 半期チャンネルのアップデートであるバージョン1703では、Ubuntu のバージョンは16.04に変更されていた。2018年7月現在、Ubuntu は 16.04LTS と 18.04LTS がカノニカルから配布されている。定期的にパッケージを最新版に更新する。ドルスドー APT やアップデート。ドルスドー APT アップグレード。ネタクをプレイする。 ドルスドー APT インストールネタク、ドルネタク。XWindow システムのクライアントを実行する、ドルスドー APT インストール X11 アップス、ドルスドー APT インストール X11 ユートルズ、ドルスドー APT インストール X11、ルル X サーバーユートルズ、ドルエクスポートディスプレイイコール、0、ドルエクサイズ、ドルファイアーフォックス、 Windows のコマンドプロンプトから Ubuntu の LS デートソート、ユニークコマンドを実行する C Users A-Bash C LSL MNT C プログラムファイルズ C Users A-Bash C デートは2年 M ガツパーセント D パーセント、H、G、パーセント、M 分 S 秒 C Users A-Bash C ソートユニーク C ワーク、テストデータ、txt、windows のコマンドと連携するドル lsl、mnt, c、プログラムファイルズ、クリップ、エゴゼ。windows のデスクトップにあるファイルをコピーする、ドルスドー cp、mnt, c、ユーザーズ、デスクトップ、ファイル名ファイル名。ありがとうございます。